君らを呼んだのは他でもない、正直に言え、私の財産の状況は良好です。良好です。だそうです。では株の評価額をチェックしてみよう。南部奴隷商会の株は？あれは安定してます。社長が選んだ株です。下がるわけがありません。では相場表示器を見てみるか。最後に見たのはいつだったか。29年の9月。あ、なんだ、あ、どうして、あ、バカな、なぜ大暴落したことを黙ってた。ああ、私が生まれる25年も前のことですから。いつもその言い訳を使って、早いところ損を取り戻さねばな。積極的な戦略を使うぞ。良いお考えです。財産の半分を優良株に変えろ。ゼッペリン飛行船、ゲートル製造、漢方製薬、アメリカマグサ、残りは急成長しているオペラハットにつぎ込め。これなら絶対に儲かるな。もちろんです。安定株ばかりです。全財産なくなっただと、なんで、私の戦略は完璧だったはずだ。もちろん100点満点です。そうか、お前たちは無能なイエスマンか。私が間違ったことをしても注意する勇気がなかった、そうだろう。そうです。その通りです。では最後の作戦、原発を抵当に入れろ。それがすでに抵当に取られております。社長のお宅も。ではどうすればいい。まず銀行に取られた家から出なければ。さあ、お支度を。こっちに行け。収納がたっぷりありますので、プロレス用のコスチュームがいくらでもしまえますよ。この家老人くせえじゃねえか。嘘ですよ、社長は息子をつけてるでしょ。ご近所に他のレスラーもお住まいですよ。カマキリシャイフが3軒向こうに。よし、勝った。この肖像画を持ってっても構わんかな。過去を忍ぶよすがに。そんな筋張ったじいさんの絵なんか見たくもねえよ。まったくだ。年金の小切手は私のうちに転送してもらいます。頼むぞ。